大谷翔平と水原一平の賭博問題、真実か誤解か？大谷翔平選手とその通訳である水原一平氏の間で起こった賭博問題は、スポーツ界だけでなく社会全体に衝撃を与えました。しかしこの問題には多くの誤解があり、真実は一体どこにあるのでしょうか。事件の発端は、水原氏が賭博行為に関与しているという疑惑が持ち上がったことでした。これにより大谷選手もまた疑惑の目を向けられることになります。しかしこの疑惑は本当に根拠のあるものなのでしょうか。それとも単なる誤解や誇張に過ぎないのでしょうか。まず賭博行為への関与を示す具体的な証拠は公開されていません。FBI が捜査に乗り出したという報道もありますが、これについても確たる情報はありません。大谷選手が MLB から追放されるという噂も流れましたが、これも事実ではないことが明らかになりました。ではなぜこのような噂が流れたのでしょうか。それはプロ野球の世界において選手や関係者の行動が常に注目され、時には誤解を招くこともあるからです。特に大谷選手のようなスター選手の場合、その一挙手一投足が大きなニュースとなります。しかし私たちはここで一つの重要な点を見落としてはなりません。それは疑惑が持ち上がったからといってすぐにその人を糾弾するのではなく、事実をしっかりと確認することの重要性です。疑惑が事実であるかどうかは、慎重な調査と公正な裁判によってのみ明らかにされるべきです。最終的に水原氏の賭博問題については、大谷選手が関与している証拠は見つかりませんでした。この事件は誤解と不確かな情報によって引き起こされた騒動であったと結論付けられます。皆さんはこの問題についてどう思われますか。コメントでご意見をお聞かせください。そしてこのような疑惑が持ち上がった際に、私たちがどのように対応すべきか、皆さんの考えを共有してください。この事件を通じて、私たちはメディアや社会が提供する情報に対して常に的な目を持つことの大切さを再認識する必要があります。そして真実を求める姿勢を忘れてはなりません。皆さんのコメントをお待ちしております。どうぞご自由にご意見をお寄せください。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。